皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、ちょっと実は、店の中に転がっておりました、代物のご紹介でございます。今年ですね、ターンのマーケットバスケットっていうやつね、あれが意外に使えるぜということで、まあ、いろんなところでご紹介をしてまいったんですけども、今回ですね、実はこのトピークのね、MTX システムって言うんですけども、それを使ったキャリアに非常に相性のいいカゴが実はうちにはありましたということの、ご紹介でございます。これですね、まあもう袋に入っててもね、だいたいこんなもんだとわかると思うんですけど、これにこの中ですね、そのフィクサー6っていうね、こういう金具が入っておりまして、これをね、このカゴに、ボルトで付けることによって、トピークの MTX ラックですね、多分ちょっと僕の私物でちょっと申し訳ない、これですね、この溝の部分がありますけど、ここにこうガチャンとこうつきますよという風になっておるわけです。で、なんでね、これご紹介しているかというと、うちの方でですね、ファットバイクのキャリアですね、あれがMTX システムのキャリアですので、あれをつけてらっしゃるという方には、これはもうほぼ、無条件でバコッとつくということになるわけですし、あとはね、ビームラックっていうね、シートピラーからこうビヨーンとこう伸ばす、キャリアがありますけども、あれもそのトピークの MTX システムを使っているものであれば、このカゴちゃんと使えますよということですね。で、お値段もね、今4000、いくらだったかな、わりかしお求めやすい価格で出てると思いますので、気になるという人はぜひぜひお試しいただきたいと思います。見栄えがどうのこうのっていうのはまあね、いろいろ諸説あると思うんですけども、使いやすいとか、思った以上に物が入って思った以上にこぼれたりとかしないというようなことが分かってくると超便利ですよ、カゴって、っていうことは、今シーズン私もしみしみ思ったところでしたので、ご紹介ということになりました。お問い合わせを待ちしております。